JDSC4418 マザーズ上場の企業になります。皆さんこんにちは、うまちゃんこと経済アナリスト野口真理子です。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えしていきます。今日は IPO 企業研究をしていきたいと思います。12月はですね、 IPO が非常に多いので、その中でも注目というか目立っている企業をピックアップしてご紹介していきたいと思います。今日は JDSC4418 12月30日マザーズ上場の企業になります。 IPO 企業研究することで今どんなビジネスモデルがトレンドなのか、世の中のことを把握できるのでおすすめになります。今日ご紹介する JDSC は東大発でありながら、現在も東大と豊富な知見データを用いて研究していること、また DX 分野の会社になるんですけれども、産業全体に今共通している課題というものは SDGs であるとか環境とか、そういったことですよね。このあたりの課題解決を同社の技術を用いて解決していくと、そんなことを打ち出しています。ですので AI に強みを持つ DX 企業、そしてなんと創業4年目で IPO 上場を果たしているかなりスピード上場の会社になります。この動画では上場のポイント、特徴、そして類似企業、ビジネスモデル、業績、値動きについて確認していきたいと思います。まず日程なんですけれども、ブックビルディング期間が12月3日から12月9日になります。上場日が12月20日ということです。ではこの企業の特徴なんですけれども、まずミッションとしてはアップグレードジャパンということをミッションに掲げていて、 AI 技術を用いることによってデータが持っている本当の価値を解き放つことができると、そしてデータサイエンス、機械学習、 AI 人工知能といったこういった技術を用いることによって社会に実装していく、そういうふうな考え方をまずビジョンに挙げています。でこの会社のやはり特徴は、もともと東大出身で、現在も東大の AI の教授といえば松尾教授が有名ですけれども、松尾教授と一緒に共同研究を行っているということですので、かなり学術の観点からの知見データが溜まっていると、このあたりも非常に特徴であります。また正社員のうち4割は理系の修士博士号を取っているということ、さらにはですね、世界的に有名なこの機械学習のコンペティションがあるようなんですけれども、そこで社員の2割がですねメダルを取っていると、すごいですね。そういうふうなデータサイエンティスト、そしてエンジニア含めて素晴らしい人材が整っているということですよね。ですので技術力の高さが非常に優位性を持っていると、そんな風な会社になります。で冒頭でも少し述べましたけれども、この会社は AI を用いた DX の会社になりますが、いろいろ今そのマーケティングを最適化していくとか、あるいはデータの基盤を構築していくことによって業務を効率化していくとか、後ほど詳しくお伝えしていきますけれども、それプラスアルファ、どちらかといえば今現在いろんな産業とかいろんな会社で個々に対応していろいろ業務効率化とか課題を解決しているんだけれども、この会社は社会全体で今共通の課題ってありますよね。それに挑んでいく、あるいは SDGs を実現していくためっていうものは、どの産業どの企業も今取り組まなければならないですよね。そこの課題解決に寄与していく、そういったことを目指しているんですね。それきっちりとこの上場の資料にも記されていましたので、そこまで踏み込んでやっていくというふうなことが書かれていましたね。ですのでここまでいろいろ皆様と DX 企業について何度もお話ししてきましたけれども、いよいよですねデータを活用して世の中をより良くしていくというデータ活用のフェーズに入ってきていますよね。やっぱり単純にそれを導入するだけで業務が効率化していくというよりは、たくさんデータを集めてそれを活用していく、そういった企業が改めてフォーカスされるフェーズに入ってきたのかなと思って見ています。はい、そして公開規模なんですけれども、現状では40億円台の見込みということですね。ベンチャーキャピタルが保有しているんですけれども、ここ価格売却の制限とかもないようなので、売り出しの株の一部を海外に販売するとか、そんなことも書かれていたので、ちょっとそうですね、この辺りは売り圧力になるかもしれません。値動きに関しては堅調な初値形成になりそうです。で12月20日は他に2社、マザーズに同時上場しますので、このあたり、ね、資金がちょっと分散する可能性がありますけれども、 AI 活用によって社会の課題を解決していくと、こういうふうな企業と非常にね IPO では人気が高いので、ここに結構資金が集まりそうですね。
それでは類似企業を見ておきましょう。こちら平均 PR300倍と非常にちょっとね高い業態にはなります。で、まあ、まず類似企業としてはパーク社ですね。こちらも AI に強みを持った会社で現在 PR290倍になっています。JDSC の経営者の方々も後ほど見ますけれども、パーク社はですね今マザーズに上場していますけれども、創業者の方がもともと東大出身でボストンコンサルティングに行った後もう一度東大に AI の松尾教授のところで苦学して、そこで機械学習を学んでこのパーク社を創業していますよね。でこの会社も上場当時本当に話題になったというか非常に人気化した企業ではあります。最近ちょっと株価下落していますけれども、パーク社を思い出していただければ、まあ、似たようなねその、まあ、人気度というかね話題性を今回もね持ちそうかなと思ってみています。そしてニューラルポケットもマザーズに今上場していて、この会社も同じように AI に強みを持っているんですけれども、ニューラルポケットの創業者の方も東大卒でマッキンゼに行かれていますね。で実際にニューラルポケットの顧問に松尾教授が就任されているというところでね、やっぱりちょっと AI の分野は東大が強いなというような認識ですね。その他ヒーローズですね、こちら囲碁アプリでも非常に有名になりました。私こちらは創業者の方インタビューしたことありますけれども、 AI に強みを持っている会社になります。こういったところがですね、まあ、類似企業となってきますので、ニューラルポケットはまだ赤字なのでちょっと PR が出てませんけれども、結構ねやっぱり PR 自体が高めにつきやすい業態ではありますよね。じゃあ今回上場してくる JDSC はどんな会社かと言いますと、冒頭でお伝えしたように、まあ、データサイエンスとか機械学習 AI を用いて社会がより良くなっていく方向にそれの技術を使っていくというふうな考え方なんですよね。で創業者の方もですね加藤エルテス聡さんという方なんですけれども、加藤さんも東大卒業後マッキンゼに行かれてこの会社を創業しているということです。で冒頭でお伝えいたしました通り、松尾教授と一緒にですね現在も研究されているということですね。あとですねこの会社は東大のベンチャーキャピタルですね、東大エッジキャピタル UTEC というところから出資を受けています。大株主上位見ておきましょうかね。こちら1位が、まあ、加藤さんですけれども、2位がですね東大の VC がガツンと 20% ぐらい入っていますので、この辺りのメンバーで一緒にここまでやってきたのかなというところですね。で実際先ほど冒頭でお伝えいたしましたけれども、2018年に創業になりますので、創業からもう4期目に今入って上場ということですので、非常にスピード上場ですよね。普通申請から上場まで3年ぐらいかかるので、もう創業の段階からもう IPO が構想にあったんだろうということがもちろん伺えますし、かなりトントン拍子で上場まで来ているというか、まあ計画通りというかね、非常にまあスムーズな上場になっているのかなとは思いますね。私も今上場を目指している会社にいて4年ぐらい今在籍していますけど、ファンディーノですね、 CM でよくやっているファンディーノもいますけれども、なかなかね金融というかなり規制が厳しい業界でもあるのでなかなか難しい側面ありますけれども、やっぱり上場を申請してから上場しっかりこの短期間で、ね、成功しているっていうのは非常に素晴らしいですし、この先もねしっかりと IR なんかも力を入れて株価形成してほしいなとは思いますね。なかなか他のね今類似企業を挙げた企業上場後株価下落してますよね。ですのでこのあたりしっかりといい会社であれば IR 機関投資家個人投資家どちらも大切に力を入れていけばちゃんと株式市場でも評価されるのかなと思っていますので、上場がピークというか上場の時に非常に話題になってそれが一番良かった時期とならないようにぜひしてほしいなと思いますね。で実際この会社の売上高の割合を見てみますと 29% が寸大ですね、学校本日寸大あの塾のところですね、あそこに今 29% あるいは大金工業に 13% イオントップバリューが 10% というふうになっています。で大金工業こちらね大株主も入ってきているので、やはりシナジー効果があるところでしっかりとビジネスをされているということが分かります。では実際にどういうふうな事業を手掛けているのか見ていきましょう。売上のセグメントは 100% が AI ソリューション事業、 AI を用いて世の中をより良くしていこうということなんですね。でホームページを見てみますと非常にまあ分かりやすいというかね、その AI 分野に詳しくなくても何をしているのかっていうのはイメージが湧きやすいホームページでした。まずはこちら需要予測ですね、小売店とかスーパーとかそういったところになりますけれども、商品の売上をしっかり正確に予測することによって
品によって売上の損失を防ぐことができますし、過剰生産ですね、これをしないようにできますので、これによって廃棄ロスとか保管費用、こういったことを削減できますので、実はこのまあ需要予測を適切にしていくことによって SDGs とかにも関わってくる動きになるんですよね。そしてまあ需要予測に関係しますけれども、在庫の規制化ですね、これもサービスを手掛けているということですね。販売していくものの在庫を適正にこちらも評価することによって無駄をなくしていくということなんですよね。それから面白い取り組みとしてはフレイル検知でしたね。高齢者の方々が筋力が落としたりとかして寝たきりになる手前の信号、要介護の前の段階、これらを早めに察知することが非常に重要なんですけれども、これは今まで病院で問診を受けなければこのフレイルかどうかわからないというような状況があったんですけれども、病院に行かずにさらに問診に答えることなくライフラインのデータを取ることによってフレイルのリスクを早期に発見し対処する、これによって高齢者の健康維持をサポートする、こんな取り組みも行っているようでした。また物流の最適化ですね、こちらもね、車でね物を運ばれますので、これをいかに最適のルートをたどるかによって CO2 の削減にもつながりますので、実はこの物流を最適化していくことも SDGs に関わってくるんですよね。で現状ですね、不在による再配達、こういったものってだいたい全配送の2割を占めているらしいんです。でこれによって数千億のコストが生まれているということですので、ここがしっかりと適正化されることって望ましいですよね。で実際にホームページのデータを見ますと、走行距離の 25% が再配達のために使われていて、年間それに対する9万人の労働力が使われている。そしてそれによって使われた時間っていうのは年間 1.8 億時間、これは非常に無駄であるということですね。ここが解決できたら非常に大きいですよね。実際に同社が手掛ける AI の技術を用いることによって不在による配達率が 92% 減少して、配送距離も 5% 削減できた、こんな取り組みを行っているんですね。なんだかこうね、 AI を用いてソリューションというと非常に難しいように思われがちですけれども、こんな風にホームページ解説してもらうと私たちのね生活に密着しているようなことなんですよね。かつ私たちの生活をより良くしてくれるもの、なかなか気づかないところではありますけども、こういった取り組みを行っている会社ということなんですよね。そして業績について確認しておきましょう。直近まで経常利益は赤字だったんですけれども、2021年6月期に黒字浮上しています。売上高は現状10億円で前期比 111% 増となっています。で来期の見通しとしても 35% 伸びて14億円、そして経常利益も5000万円という見通しですね。まあこれからということですね。赤字から黒字に浮上したきた段階でまあ上場し、これからはまあ売上そして利益ともに伸びていくのか期待されますね。ですがまあこの会社はもちろん他に類似企業として挙げた企業と同じように、 AI を用いて企業、世の中をより良くしていく DX の企業に当たるかなとは思うんですけれども、少し上場の資料とかを見ていくと、本当に SDGs あるいは世の中全体が抱えている課題、そこにソリューションを提供していきたいということをまあ明確に書いていたので、そのあたりがねどういうふうに評価されていくのか、そこがねちょっと注目かなと思って見ています。そしてまあ創業から上場まで本当に短期間で上場を果たしていることからですね、この先もね最短ルートでねこういうふうに資本政策がうまくいくといいなと思って応援をしております。非常にねホームページなんかも見ますと、経営陣の方々の経歴含めて優秀な方々が本当にたくさん集まっていらっしゃる会社です。でもしかしたらこう日本じゃなくて海外とかにもね起業してもおかしくないような方々の集まりかなと思っているので、そういった方々が日本で創業して日本の企業としてスタートされているので、ぜひみんなで応援していきたいですね。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。前回の動画でチャンネル登録していただきました皆様ありがとうございます。チャンネル登録がまだの方はぜひいいねボタンとチャンネル登録、そして通知ボタンまでどうぞよろしくお願いいたします。これからも株式投資に役立つ情報を配信していきます。引き続き応援どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。